ボンさんにこの前、うん、ラジオ配信終わるじゃないですか、うん、でその後飲み行ったんですよね、うんうん、飲み行って、うん、ね、結構ガチ飛んでよ、ボンさんうちの会社でね集合で働けませんかっつって、まあ、ガチのあれですね、はい、ガチガチでね、まあ、ボンさんもこれだけ仲良くやってるし、うんうん、いや中3でまあなんなら別に普通に、うん、そう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 、週5で、うん、うちでもうがっつり働けませんかっつったら、はい、即答でノーって確かに即答でしたよマジ、いやそれはないっつってそんな言い方してさすがにノー、さすがにそんな言い方してないですけどそこまで言ってないですけど、いやいや、まあ、もう即答でしたよ、もう迷うそぶりなく、まあまあまあ、聞いてほしいのは、うん、例えば、はいはい、あ働くってなったら、うんうん、いやもう気の持ちようです、僕の考えだって変わるかもしれない、まあまあまあ、その時思ったのは、うん、仕事で、はい、ね、仕事でドツルさんとね、はい、コラボしだしたら一緒に動画撮り出したら、はいはいはい、なんかそれ違くないかなるほど、あ、それなんとなく分かる、それは行きですね、はい、なんとなくみんな、なんとなく分かるでしょ、みんな本当にビジネストークになっちゃうんじゃないかと、なっちゃうんじゃないのかな、ビジネス上の付き合いでね、面白くないものもやらないといけないっていう気持ちいいものもちろんなっちゃう、ビジネスコラボっていうかもう、うん、何ビジネスコラボ、ビジネスコラボになっちゃうからパワーワードすぎでしょビジネスコラボってそんなそんなみんなそうですよ、YouTuber が YouTuber がコラボしてみんなビジネスコラボになっちゃう、みんなビジネスコラボ合ってた合ってる合ってる合ってる、でもまあ分かるでしょ、うんうん、その今の時間がビジネスだとしたら嫌でしょ、確かにこれがビジネスは絶対嫌でしょみんなも納得しないと思うけどさすがにこいつ、うん、こいつこんな、うん、こんな喋ってるだけで働いてることになるのか、うん、そう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 、まあでもそういうもんじゃないですか YouTuber って、ただ俺も考えが変わるから、うん、なあね、いずれね、わかんないですどうなるか、はいはい、働かせて全然全然わかんないです、わかんないです、わかんないです、はい、わかんないです、だからまた次の動画でお会いしましょう、バイバーイ、よければチャンネル登録お願いします。